則安王は、白らの、第四十九代の王であり、姓は金、意味名は、先代の慶、文王の長子であり、母は、第四十七代の剣安王の娘の文庸皇、王妃は異名夫人。八百六十六年に大使に立てられており、八百七十五年七月八日に、慶文王が死去すると、王位についた。党に対しては七十六年七月に使者を、送って、 高能を行い、878年4月には、起草から、海府義道三子兼業大尉、支持説、大都徳取林修書軍事、白木王に作法された。同年7月に死者を送ろうとしたが、高層の乱の起こったことを聞き及んで死者の派遣は、中止した。後に885年10月になって、高層の乱の平定されたことを祝賀する死者を等に、送った。 この間、八百七十八年八月には日本からの死者を朝、元殿で隠検したこと、八百八十二年四月には日本国王が黄金三百両と銘玉十個とを信条する死者を派遣してきたことを三国式白木本議は伝えている。仏教、学問の奨励にも務め、八百七十六年二月には交流寺で百講座を設けて、講義、討論を行わせ、 王自身も、その講義を聞くために、交流寺に赴いた。また、晩年に王が病に倒れた時にも、交流寺で100講座を設けて、講義を行わせている。879年2月には国学に出向いて、博士一家に命じて、特別に講義を行わせもした。三国式白木本義には880年9月のこととして、王が側近の者と月上楼に登って、 司法を見渡したところ家々は、あいつらなって、歌うタイブへの音が絶えなかった、という様子を伝えており、王都時中の勉強との会話の形で、豊策続きで、民は食料を十分に保って、平穏を楽しんでいることが伝えられている。三国維持記事、所要老婆会事情の冒頭でも、のりやす王の時代には、都から海辺に至るまで家が、あいつらなり、草吹きの家はなく、 歌や笛の音が絶えず天候が順調であったと記している。879年6月に、和義の信弘が反乱を起こして中殺されたというように内乱が一見伝わっているが、国内での民の生活については、比較的に安定していたとみられる。他方で、日本の不創略期は、官兵6年9月5日、白木船45層が津島を襲ったが、 日本は、太宰府の奮戦で、これを迎撃して、危機を脱出したと記す。合戦後の捕虜となった、白木人のケンハ春は尋問で、前年来の不作により、人民ウェ区の状態が続き、白木では、王上不安だったと答えている。これを打開すべく王の命令により、2500人の軍が大将百層に分譲、被捕したと記されている。なお、 三国式では10年に相当するが、10年の記述は三国式の段階では消失している。在位12年目の886年7月5日に、死去し、乗りやす王と送りなされた。菩提寺の盗南に埋葬されたといい、慶州シナム山道の史跡第187号が否定されている。三国維持記 所要老坊会事情には、王が東海の竜の霊言を得たこととそれに応えるための寺の混流等を伝えている。東海の竜というのは、三国統一を果たした第三十代の文武王が死後に五国の大流に化身したとの続伝に由来するもので、あるが、坊会時の混流を契機としてこうした続伝が広まったものとも見られている。 三国式白木本義に対応すると見られる記事は、森安王毅5年3月上であり、こちらにはとするのみである。三国維持王暦では、文子王公とされる。王妃についての姓は伝えておらず、三国維持王暦では一名を、吉明王公とする。一と義とは同音であり、表記とも考えられるが、三国式、白木本義、高安王毅では、森安王の諸子の高安王が、 母の禁止を偽名を対応としたと伝えている。これらの日本の死者の訪問について、日本側の資料には対応する記事は見られない。869年に、白木の海賊船が博多を襲って以来、白木と日本との間には緊張関係が生じており、日本三大実録岩業4年上によれば、白木の族が侵入するという情報を得た。日本海沿岸の諸国は厳重な警戒体制を、 とっていたという。しかしその間にも、孔子に渡る死者の往来はあったものと見られている。井上役中 P386 中24、P387 中29自害の、抵抗王もまた母大寺の盗難に埋葬されたといい、史跡第187号と並ぶ、史跡第186号が、抵抗王領に否定されている。金王王は、このところ姿について、 竜の顔の転写であり、竜の子が待った前に用いられた仮面が竜の顔であることを示したものとする。金を思うわけ 1997P158、中一うるさん広域史公式サイト山、お寺の傍海寺、実るのリンク先参照。ありがとうございます。